こういう硬い台なんですが、科学データは誰のものかと書いてありますので、これ日本語として誤りがあるの分かります？科学データは誰のものか、データは誰のものかっていう、センテンスが、法的に言うとおかしいんですよ。その、データっていうものには、所有権がないんです。で、その、 みんなの、日本語と、法律のその世界とのズレで、公開と共有っていうことも、日本人にはあんまり区別がついていません。知ってる？公開と共有の違いって分かります？理化学研究所は、大枚のお金を使ってこんなデータを作って、こう立派なデータベースを作って一般に公開しておりますってね。なんだか、正しいことのように聞こえるよね。よく聞くフレーズでしょ。どこそこから、データは公開されておりますって胸張ってる人いるよね。ね、違和感みんな感じなくなってるでしょ。でこのセンテンスの違い分かります？那須の御用邸が一般に公開されました。ね、この時に、僕ら入れる、多分お金を払えば入れるのかしら、タダで入れるかもしれない。でも、そこでそのキャンプやっちゃいけなそうで ね、勝手に住んじゃったら持っていけないよね。多分雨降ってきたからって言って、買い物代わりに荷物持って御用邸で雨宿りしたらちょっと怒られる可能性あるよね。でも公開されてるでしょ。那須の御用邸を那須市民が共有することになりました。これ多分、どういうふうにこれからこの御用邸を使おうかみたいなルールは、市民でその合議して会議を開いて、どうしましょうこうしましょうって言ってみんなの納得できるような形になるよね。もしかしたら御用邸広いから、市民の人みんな狭いので、所得の少ない人たちに分割してあげちゃったらいいんじゃないのとか、それから、今、派遣村で、テントで住んでる人たちに、しばらく仕事が見つかるまで那須の市民の合議として貸してあげることにしましたっていう感じ。そういうのできるよねこれね。何が違うんでしょう。何が違うのかっていうと、共有っていうのは所有権の状態の呼び方なんですよ。で、だから、御用邸は公開されているけど、それは、どこのものなの？宮内庁のものになるわけ。ね、宮内庁の所有物で、宮内庁が誰がどんなふうに入っていいかっていうのを決めました。で、その、決めた状態の一つが公開、一般公開で、でも宮内庁のその村山用で、500円取ってもいいし、1000円取ってもいい。それは公開は公開です。でも、下になるともうこれ所有権が市民に移っちゃってるよね。さて、で共有っていうのは所有権の状態なんです。でところが、さっきのセンテンスはそのデータが誰のものかって書いてあったでしょ、一番最初のタイトルは。で、有体物には所有権あるんですよ。わかります？この、モニターは多分この大阪府立大学のものでしょう。なんとか法人ね、でも、アイデアに、所有権がないのはみんな知ってますよね。アイデアは俺のものだって言うけども、あれ所有権って言わないんですよね。アイデアのユニークネスを守るのは、例えば著作権であったり、例えば、工業所有権であったりするわけ。だから、形のないアイデアみたいなものに対して、実際形のあるもののように扱いましょう、扱って流通しやすくしましょうっていうのが、知的財産権って言われる著作権と工業所有権ですよね。で同じようにデータにも所有権なんて設定できないわけ。しかも、権利を設定して守るべきもんかどうかっていうのが極めて疑問なんですよ。わかります？例えばその、富士山の高さをひどく精密に
その10桁測ったやつがいて、もう額に汗ですよ、汗べっとり。お金も使ったし一生それにかけた。で苦労したから、この数値は俺が決めたっていうわけ。まあお前が決めたのは確かでしょ、だからこれを使うなら俺に金をよこせとかね。だからこれはこの人しか使ったらいけませんっていうのは、合理に外れるわけなんですよ。どうしてかっていうと、どんなに苦労したとしても、その富士山の高さっていうのは正しく測れば測るほどその人が苦労した値に近づくわけなので、その人が一度苦労して、その値を所有しちゃったら、そこから先もっといい測定器ができても測る動機を阻害することになるし、ね、その今の技術レベルでできるその真実の値が、流通利用されるのをむしろ阻害することになるんですよね。神様が与えてくれたその真実なんだから、ね、いくら詳しく測ってもクレジットは上げてもいいけど、その所有権は上げていけないわけ。でも、アイデアデータには、著作権みたいな所有権がある代わりに、そのじゃあ所有権に相当するその知的財産権で守られないデータに関する、今、僕のデータ、私のデータって言ってるような所有権っていうのは、結局そのコントロールする権限のことなんですよ。でコントロールする権限は、君にあるとかあなたにありますとかいう、のを社会が決めるとか決めないとかに関わらず、その僕しか知らないことをノートに書いてずっと隠してたら誰も知れないよね。このデータ誰も見ることできないでしょ。だからそのデータが最初に入ったメディアを所有してる、メディアのものですからね、所有的所有してるやつが自動的にそのデータのコントロール権を握れるんですよ、ね、メディアの所有、メディアはメディアを盗むと訴えられるけど、そのデータを盗んだことに対してそのなんていうの、告訴することってできないわけ。なんか少し違和感あるけど、でもデータが誰の、僕のデータとかあなたのデータとか、利権のデータとか言ってるっていうのは、それが違和感なく感じるっていうのは、その人たちがこのコントロール権限を発揮してるからなんですよ。つまりどの部分に関していついつどんなやり方で、私のデータベースからブラウザは許すっていう公開のやり方ね、あれまさにコントロールですよね。でだから IP 制限をかけてここには見せないとかね。だからあれあくまで、所有権にあたるもの、コントロール権限っていうのを自分がずっとこう握りながら、その、使い方を決めて、その宮内庁がやってるようなナスの御用邸の公開と同じやり方をしてるわけですよ。わかる。あんまり悪いことだと思わないかもしれないけどね。でもこれがその世の中をすごくそのまずくしてるわけ。最近その、データに関するコントロールっていうのが、で、ここから先はその何分あれやったっけ？好きなのに、あんまり概念的なお話になるといけないので、実際のお話をします。で30分、はい、ストーリー1は、法律を破らずに悪事ができるようになった教授が、そう1990年代から出現しているというお話です。これ私のお話で、20年ぐらい前にね、そのまだ、ゲノムシーケンス、ヒトゲノムシーケンス、ヒトゲノムプロジェクトってちょうど始まる頃に、そのゲノムのシーケンスを、みんなで協力してやりましょうっていうアメリカを横目で見ながら、その時できたそのオートシークエンサーっていうのを、ゲノムのシークエンスに使うんじゃなくて、RNA のシークエンスに使っちゃえば、その、発現データって今までそのカテゴリーとして存在しなかった、客観データを集めて、しかも、それまでその僕ら医学部にいたので、そのなんていうの、お金になりそうなものをクローリングするみたいなことに夢中なわけですよ。でそれをさ、そのみんな協力せずにやってるわけで、そのなんていうの、やり散らした仕事のエフォートがすごい無駄になるのを見てたので、これで一つその、サンプルから RNA を、まあ当時1000個ぐらいしか読めないんですけど、その、
少しずつでもそのタグシークエンスをして、肝臓をやり腎臓をやり心臓をやりってやっていったら、そのベンチでやってるその RNA 同士のサブトラクションみたいなことがやり放題になるんじゃないかしらと、ね、初めはダメでも続けてるうちにどんどん精度が上がるんじゃないかしらって気がついたわけで、ここでその新しいスタイルの科学が始まってるんですよ。科学って昔はね、そのよく物事を知ってる人たちがこれってこうじゃないかしらと思って、その最も量の少ない実験でね、その自分の考えが正しければ、こうなるでしょうっていうような実験をして、データを読んで、あ、正しかったっていうことでその物が取れたりさ、その法則が証明できたりしてたんですが、これ何も考えてないですよ。ずっと、世界中のモレキュラークローニングで遊んでる人たちの様子を見てて、あ、これは、一箇所で集めてその新しいそのデジタル機械を使って、その、計算機を使ってネットワーク経由にようやく使えるようになったインテルジェネティクスのその、ジェンバンクのファステイサーチを使い倒せばこれできるんじゃんって、その世界と同じことがベンチの中でできるんじゃんっていうアイデアですよ。で、やってみたわけ。そしたら、実にこれが、うまく働いて、当時結構評判になったわけ。うまくいくじゃんって言って、新しいメソッドがある。で、これで実際に、その、まあ、ハンドフルですけどね、その割とそのセレブリティジーンも取れたわけなんですよ。でも、それが後にセレブリティジーンになっただけで、エフォーとしてはそいつが、その僕らが示したのは、このデータから、明らかになったのは、その転写物っていうのはこんな細胞にしかいませんよっていうことなんですが、そいつが本当にどんな働きをしてますかみたいなところは、まあ、血の出るような努力をその臨床の先生が後にやって、その嘘か本当か知らないけども、証明したってことになってるんですけどね。で、まあ、ワークしたわけですよ。で、しかもここでそのデータを貯金するっていう新しい生き方を編み出したわけ。面白いね。科学研究っていうのは大体その1年単位とか、まあ、長くて3年5年で、お金もらうじゃないですか、ね、でみんなもう大学生とかターンオーバーしなきゃなんないから、その、まあ、毎年のように卒業さすのに1年単位ぐらいでその研究計画って立てるんですよね。でそうすると、毎年その、使い切りで下手すると毎年1からのスタートみたいので、まあ、ノウハウとかね、材料とか去年使い残し の, そのフラスコとかそんなものは残るんですが、まあ、あんまり大した財産じゃなかったわけ。ところがこれ、毎年、例えば脂肪細胞からなんとかを取りますとか言って予算要求してお金もらうでしょ。でぐるっと回して、はい、脂肪特異的な遺伝子を取りました。こっち側で昔ながらのやり方やってファイブロブラストをサブトラクトしてたら、もうその年くたびれて、3つぐらいキャンディデート出たら終わりで、その次筋肉なんて始めようって気にならないけど、これでやってると脂肪のなんとかが取れましたって言って 前の年の肝臓と比べてポンと取るでしょ。だから次の年に、筋肉のなんとかを取りますっていうアプリケーション書いたら、もう筋肉ちょっと読むだけで、去年まで貯めてた3000ぐらい3つの臓器と比べたら楽に取れて、次の年はまた楽になって、しかもいいことにここに書いてあるように、論文書くのに、データをくっつけて証拠になるデータをくっつけて出しなさいっていう習慣を長いその、長い試行錯誤の中から、科学っていう分野を編み出してきたわけ、ね、エビデンスデータをその、パブリックデータベースに登録しなさいって、ね、それは共有の状態ですよ。あれ黙ってダウンロードしてプログラムにかけていいわけだから、ね、その公開しなさいじゃなくて共有しなさいっていうことを言ってるわけ、エビデンスデータは。ところが、僕がそのこういう論文書くのに、共有を義務付けられたのは、その脂肪特異的な遺伝子ですよっていうそのものだけで、わかるね、3つや4つ登録したら1つ論文書けて、で残りのその、何千何万と溜まってきたその、配列に関しては登録の義務はなかったわけ、論文を書くとき。そうするとデータ溜まってくるわけですよ、毎年。で、でも、その当時はね、そ
そういう深く考えない、君らと同じぐらいの年だから。それで、なんだか溜まってきて、その、データを比較して、データベースを使って何か新しいものが見つかる。その昔はね、データって、出した人が吸い尽くしたらあと何も残らなかったわけよ、ね、出した人がこうじゃないかと思ってその作ったデータなので、そうであるかそうでないかしか役目がないわけ、ね、ところが僕何も考えんとやってるからそのもっと賢い人が見たら何か見つかるわけよ。その何かにしかないっていうようなものしか取ってないけど、あれにあってこれにないとか、あれにもこれにもないけどこれとこれにあるとか、そういうパターンで物を探せるでしょ、ね、何も考えてない分データが賢く使い道が増えたわけで、それが面白いから、いわゆる NAS の御用邸みたいな公開データベースを作ってたわけ、ね、その自分のラボから、ね、そのトップページに名前変えちゃって、俺のデータが俺が好意でその君らに見せてるんだぞっていうの調子で、ね、停電とかになったら、断らずにプツッと落として、まあ、気が向いた時にあげるみたいなさ、いかにも自分のもんっていう扱いをエンジョイしてたわけで、それが今ある、たくさんあるそのいろんなプロジェクトデータベースですよ、ね、僕はその十数年かかったけども、それがちょっとこの子供じみてるなっていうのも気がついたけど、他の人はまだちょっと気がついてない。でここでデータが溜まった時にすごい誘惑的な、プロポーズがあります。その10年近くそういうことを続けてたんまりデータが溜まって、でも、公開してるデータベースは更新するのめんどくさいから持ってるデータの半分ぐらいで、それが割と評判になったから、そのアメリカのベンチャー会社が買いに来たわけですよ。データ売ってよって、そのちゃんと日本人の知財弁護士事務所を通してね、コンタクトしてきて、そこのベンチャーにも、呼ばれて行きました。で、その、ベンチャーカンパニー始めた人たちと飯食ったりして、なんか当時若いから楽しい、あ、これがカッティングエッジかと、ね、で、売れたら売って、まあ、この人たちにインボと同じようなその、調子で西海岸のバイオベンチャーの仲間入り、まあ、売っちゃうから仲間にはなれないけど、でも面白いよね、面白い経験させてもらいました。でもね、よく考えると、これ僕これデータを売っていいんですかっていう質問がやっぱりその日本人なんで、そのなんていうの、武士道って言うんじゃないけどさ、その日本のそのモラルってのかな、僕らの常識、その当時の自分の常識から考えると、これ研究費ですよ。10年間その1000万ずつぐらいもらってね、でラボのファシリティ使ってみんなで協力して作ったものを、まあ、僕が隠してるわけですよね、半分。将来自分がいわゆる科学をやるためにで、アドバンテージをやるために、でそいつをだから他の人にとっては見えない部分であるから変わらないね。さすがにそれを売って俺のお金をそのやるのはまずかろうと思うでしょ。思うよね。結構な額を言ってましたよ、ね、だからすごく誘惑だったんですが、まずそれが、ルール違反なんですかっていうことを一生懸命調べたわけ。ところがそれはルール違反じゃないんですよ。っていうかルールがない。だから誰に聞いても答えは持ってない。知りません。で知りませんってことは、禁止するルールがないってことなんですね。だから打っては打ってよかったんですよ。打ってよかったけど売らなかった。よかったなと思ってます。今その時に打ってたらその一生後ろめたい人生が残ってたと思います、ね、もしかしたら、ベントレーかなんかに乗ってたかもしれないけどね。あんまベントレーその魅力的じゃないあんまり魅力的じゃない。やっぱりロンドンのシティでね、そのベントレー乗ってたらかっこいいね。オールドストリートあたりってまあいいや。でこれ何が言いたかったかっていうと、その制度っていうのは、制度っていうのは社会の典型に合わせて、社会の典型をその
構成してる人たちがみんな自己益を追求する人に弱いエージェントで、ね、セルフィッシュのエージェントで、ほっとくとそのひどい弱肉強食の時代になっちゃうから、ね、その社会っていうゲームに対してそういう特性を持ったエージェントでもその一定のこうそのゲームになるように、ね、許せるゲームがその社会で行われるように外からアプライしてあげるルールなんですよね。だから社会の典型が変わった時にこそルール作んなきゃならないわけ。わかる？だからそのこの頃海水パンツがすごく良くなったでしょ、ね、でお金持ちの国はその脳天からつま先まで海水パンツを履いてぶっ飛ぶように速いで、アフリカの国はお金がないから昔の海水パンツを履いてで、それで用意どんをやってたらおかしいっていうのは誰でも分かるよね。これです。その技術がそのエージェントの特性は一緒でもゲームを変えちゃうんですよ。でそれを早く見つけてその技術が社会を変えた時にこそレギュレーションを変えるっていうのがその社会を司る人たちのやることなんですよね。で僕らがやってるみたいな科学技術っていうのは日常的にやれなんだツイッターだなんだとか言ってややこしいことやってるでしょ、ね、あんなのは世の中であんまり流通してないよね。だから僕らいつもねその技術が満ち満ちたところにいてさその自由なことさせてもらってるからすぐにその典型をピュッと外れる第一番に外れるとしたら僕らのよ。だキュウリーさんが X 線見つけたり、ね、原爆作ったりみんなその時の制度ではゲームがおかしくなっちゃうようなことはそのラボラトリーから現れるんですよ。面白いですね。面白いっていうか、ね、僕ら注意しないといけないわけ。だからまず一歩踏み出したと思ったらやばいって声を出さないといけないんですよ。その締めたと思わないでねわかるさて次はこれまた私の話なんですが公開できなかった新発明の話。これよく言ってるようにその今みたいな調子でやるような研究がねあと何も使わずにそのサンプル測定器にぶち込んで自然をデジタルデータに変えてそこから用意どんですよ。そこから物を探しましょうっていうような時代になるとそのいい加減なこのボーノ君が作ったようなプログラムでさなんかそのこういうキャンディデートがそのライクリフット付きでリストに出てくるわけね。ピーチで順番に並ぶわけですよ、ね、それをそのいい加減な中里君がさまたメッシュにぶつけてなんとかすればわかるとか言うけどそのあくまでかもねぐらいのリストがさ出るわけで昔は頭からひねり出してるとカモネのリストは短かったしそんなに出ないのよ。一生に一回リストが出るぐらいだからまあじっくりそれと暮らしましょうかってな調子ですよ。ところがさ、まあ、彼ら全部プログラムでやっちゃうしデータは5万とあるからさもうじゃんじゃかじゃんじゃかカモネのリストが出るわけなんですよ。でこれ割と最近の話になってますよね。10年ぐらい前かな。でそうするとそのカモネのリストに自分が今まで学んできたような知識とかそれから世の中に存在したするような自分の知らないこともいいから知識をぶつけてそのかもねって言ってるそのリストがデータが言ってるリストが教科書とか論文とかの知識上でうなずけることですかっていうのをねコンシスタントですかっていうことを聞いてみるみたいな、ね、あの机の上でやるようなこともパッパができないかしらみたいなことを考えてたわけなんですよ。で、新しい教科書の利用法を発明しちゃったわけ。新しい教科書の利用法を発明するって教科書に利用法なんかその読む以外にあんのかと思うよ。読むと引くがあるよね。ね、教科書の利用法って分かりますよね。教科書の新しい利用法を発明しちゃったわけよ。どういうことかって言ったら教科書っていうのはその他のドキュメント集と違ってね特殊な特徴を持っててまずその一つのドメインに関して、ね、一つの学術分野みたいなところに関してきっちりカバーしようとしてるわけ。教科書を書こうと思った方そのいらっしゃいますでしょ。一緒に書いたとか、ね、そうするとそのどんなトピック詰めようかっていうのがねまずその悶絶するわけ。クリエイティブに書こうとしてる人は、ね、あっちの方が
っちに映した知らないよ、ね、英語の方もいやその映しちゃう人は知らないけど、自分で自分のよく知ってるドメインをその1000ページの中に表現しようと思ったら、さあどんな話を入れましょうかって思うわけなんですよ、ね、それでどんな話を入れようかと決めながら、どんな順番で並べるのが一番分かりやすいかしらと思うわけなんですよ、ね、つまりその、トピックのが分布がね、あるドメインを均等にカバーするように選ばれてて、それでトピックの詳細さ、ね、どのぐらい深く説明するかみたいなものは、均等になるように注意されてて、ね、でそれがその、クラスタリングするように、その前半に総論があるかもしれないけど、前半は浅い階層のところがあって、後半に一歩下がったところが何かのオーダーで並べてあって、ね、これ大変ですよ、ね、普通のドキュメントを書き殴るより。加えて後でね、その教科書の作品付けっていう仕事があるわけなんですよ。あのこの頃、ボーノ君や中里君はそのやる安物の作品というのはね、その電子的に与えられたその用語のリストみたいなのをねバーンってぶつけて、そのちょっと知恵のいるとこっていうのはなんていうの、トークに分けるみたいなとこぐらいで、ね、それでもなんだか、何も考えずにできるわけ、その文字があったっていうだけなんで、機械がやるものは。でも教科書の作品付けっていうのはね、結構時間のかかる仕事なんですよ。知ってる？その、編集者の人に、そのページの話題の中心になってるようなことを16個選んでくださいとか言われるわけ。ね、だいたい15、6ですよ。で、それをラインマーカーで引くわけ。で、僕らがそういうことをしてる間に、その、編集者の人は編集者の人で、また苦労してて、これも教科書の特徴なんですが、そのターミノロジーの統一っていうのをやってくれるわけよ。用語の統一。で僕なんか、自分のこのトークの中でも同じコンセプトを違う呼び名で呼んじゃったりしてるわけ、無神経だから。ね、でも教科書はそれを絶対許さないっていう作法があるんですよ。ね、あることは同じコンセプトは同じ呼び名で呼んで、でしかも格調高い教科書っていうのは、それが、文部科学省学術用語集遺伝学編に従ってとか、ね、そういうことをしてくれてるわけ、ね、だから、作品用語が、統制、完全に統制されてて、しかもインデックスは著者がつけてるっていう。だからそのテキストのドキュメントを書き直るっていうレベルと全然違う苦労が詰まってるのが教科書っていうもんでね。そのせいで、そのおかげで、目次っていうのが教科書にあって、それから作品っていうのがあるでしょ。あれデータベースと一緒なんですよ。わかる？データベースって検索エンジンって言うでしょ、ね、昔そのアルタビスタとかがヤフーになって Google が流行りになってるけど、アルタビスタの時代使ってた人いる？アルタビスタって知らないでしょ。あの世界中のそのオンラインにあるドキュメントをね、トピックで分けようとしてたわけ、人が。分かる？美術はこんな、美術に関係あるサイトとか、芸術に関係ある、同じか、アート同じか。ヤフーでしょ、アルタビスタは検索エンジン。あ、アルタビスタは検索エンジンとか。ヤフーのまたカテゴリーとかある。ヤフーのカテゴリーか、うん、その世界中のページをスポーツ、スポーツ、旅行とか、そんな風にね、スポーツ、旅行、ね、アート、美術、芸術っていうとちょっと二段なのかな。でもそんな風に分けようとしてた人たちがいて、あれって目次なんですよ、ね、そのでしょ。で、Google やってるのが作品なんですよね、検索って、ね、ワード入れて、それがどのドキュメントに存在してますかってことを教えてくれる。だからあの全く新しいわけじゃなくて、検索エンジン屋さんなんで、教科書がやってることをミミックしてるだけなんですよ。教科書は中に知識が詰まったデータベースで、その表から見たらヤフー、裏から見たらグーグルってわけですよ。しかもグーグルはあのランク付けで苦労してるけど、教科書の場合は著者が、それを書いた著者がその話題ならこのページに行けって、他のページに載ってるかもしれないけどこのページを読みなさいって言ってくれてるわけね。立派なデータベースなわけですよ。それでそれをね、人間しか使ってないでしょ今。
機械に使わせようぜって。それが教科書の新しい使い方の発明だったわけですよ。要は教科書を使って用語のディストリビューションみたいなのを取ったら、その辺のその安物のドキュメントを機械的にいじって売ってるのと違って、まあ、ずばりそのいいクオリティのディストリビューションが出ると。しかも、どんなページにありましたかっていう内容はページのタイトルみたいなもののセットが目次として与えられてるから、この教科書のどのページに乗っかってるイシューですよっていうだけで大体どんなトピックか分かるよね。で、どんな風に使ったかっていうと、こんな風にどんなにたくさんドキュメントが与えられても、左に与えられてるのはこれメッドラインのアブストラクトが500くらい与えられたって言うんですけどね、その500の一つの検索ワードで引っかかってきた、500のドキュメントがを今、初めに出てたその僕が勉強に使ったその医学を習った時の教科書のページ全部にぶつけて、このシミュラリティマトリックスが書いてある縦が、全部与えた質問500で、で横が、1冊の教科書の1000ページとか2000ページとかそういうところ分かるね。だから、でしかもその当たり方のシミュラリティでもクラスタリングしちゃってるからパッとは分かんないけど、要はその、自分のそのソートアウトしたようなドキュメントを書段の一番適当なところに教科書のページに挟んでいったみたいな仕事ですよ。教科書のページに挟んで、自分の知ってる教科書っていうのが大事なんだけどね、教科書のページに挟んでドキュメントを分類しましょうって。そしたら似たトピックのドキュメントも集まるでしょうし、それがどんな話題かっていうのが分かりやすいでしょう。でこれがね、公開できなかったわけなんですよ。で、要はそのさっき言ったように苦労して作ってるわけだから、思想の表現ですよね、教科書って、ね、著者があれだけ苦労してるので間違いなく思想の表現で、しかも作品とかテーブルオブコンテントも、ね、その人たちの、思想の表現だって、これは、まっとうなことです。だから著作権で守るのは当然だと思います。なので、気楽に使えなかった。でダメだっていうところもあるし、そのライセンスがいるっていうところもあって、そのアメリカのいっぱいのパブリッシャーと個別にさ、いっぱいライセンシングして、で仮に僕がビジネスでやってたとしてもやりたくないよね。売上全部に5割ずつ持って、いや 5% ずつ持っていかれたら、そのシェルを大きくしたらこっちの取り分なくなっちゃうよね。で、僕がそれが諦めたのは面倒くさくて諦めた。バカバカしい。で、教科書に著作権がそのあんのはいいけど、ああいう想定外の使い方にまで、その自分たちの著作物だからライセンスしないと使っちゃいけないっていうのは、これはちょっとクエスチョンマークがフェアじゃないと思うのよ。そのおかげでその教科書の使い方っていうのを生んだ人よりも、昔ながらの使い方のメディアを持ってる人たちの方が、今のままだったらそのコントロールを握るわけね。売上8割起こさなきゃ、使わせてあげないよとか、ね、彼らがコントロールしちゃってるわけなんですよ。でもっとおかしいのは、こんなその解剖学用語集とかね、その文部科学省学術用語集、植物学編とか動物学編とか、そんな学術用語集って知ってる？その学術用語集ってあんまり知らないかな。だから僕ら日本語でもコミュニケーションしてるでしょ。日本は科学を日本語でやる国だからね。だからその専門用語みたいなのは英語で生まれるじゃないですか、ね、でもコミュニケーションするときにそれに日本語に置き換えてやってるわけなんですよ。そうじゃないと国家試験ができないし、その、裁判の記録が縦書きに書けないし、ね、日本語の学術用語を決めるっていうのは国のインテグリティのために大事な仕事でね。だからって言って文部科学省をやってるわけでも、ですよ、やるとこまではいいんですが、一番お尻に著作権、文部科学省と、動物学会とか書いてあるわけ。日本医学会とで、少し開けて、こんなことが書いてあるわけ。あ、これは英語ですけど、ともかくそのチートでもコピーしたら駒子の台までたたってやるぞと書いてあるわけ。怖いね。もう読んでるとその寒気がするような恐ろしい文句が書いてありますよ。ね、ちょっとわかんないですよね、これ。その学術用語集のはどうやって決めてるかって言ったら、知ってる？あれ、文部大臣に対する答申なんですよ。
確率で面白いんで、法務大臣が面白いのを聞くわけです。この分野、日本語この頃アップデートしてるの、そしたら、ちょっと待ってくださいって言って、所轄の、科学技術学術審議会に泊まってねって言うわけ。そしたら、それがその、例えば医学のことやったら、科学技術学術審議会にその医学用語制定のための分科会みたいなのができるわけ。で、その人たちはその、科学研究所を作れる人たちだからね。助成金ってやつを、調査研究って助成金を立って、まあ、そこの親方みたいな人にポンと投げるわけ。そしたらその親方はそのお金を使って、まあ、いっぱいアプロを買うのか紙を買うのか知らないけど、実際にはそこの、同僚とか学生とかが動員されて、その日本語の翻訳をかき集めるって仕事をするわけよ。で、集まったものを、学術審議会に報告したら、その人たちが腕組みで、これでいいのとか、これこっちの方がいいよねとか言った後で、でもこれって新しい日本語だから、国語審議会に聞いてみましょうって言って、国語審議会に投げるわけ。そしたら国語審議会が、この振り仮名は、小さい図よりも大きい図の方がいいんじゃないのみたいなことを赤入れて帰ってきて、それでそのプリントアウトで、こんな風でしたって言って、大臣に答えるわけ。でも大臣って僕らの代表ですから、僕らが答えをもらってる。僕らっていうのは市民ね。で、そいつをディスセミネートするのが大事、制定が大事とは書いたんだけど、ディスセミネートするのがどれだけ大事かあんまり書いてないわけ。あんまり誰も気にしてない。で、どうしてかって言ったら、そんなの制定が始まった昭和26年なんていうのは、ディスセミネートする方法は一つしかないわけよ。本にして、ね、それでその本屋の物流を使って書店のレジの隣の棚に置いとくのが一番やと。ね、売れても売れなくても置いといてもらえば、誰でも欲しい時に手に入るでしょ。確かにそうだった。で、そういう物流を考えた時には、コピー改変ってすごく面倒くさいことでね、その、何部作ろうと思って吸ったのにって置いてあるのにね、本のコストって知ってる？コンテンツを作るのが 10% で、その、ブックにするのが9割なんですよ、ね。だから少なくとも学術用語集はその 10% 分は取ってないでしょ。ね。ね、みんな国の仕事でやってるわけだから。でもその9割が高いから3000円とかするわけよ。で、それでもその9割が必要なので、本で配ってた時代にはコピーして学生同士で、その学生はあんなもの読まないけどね。やったりして売らないと、その、二度と丸善がちゃんと本にしてくんないから。それ著作権ポンと反抗してもらう大事だった。でも今でセミネートしようと思ったら、もともとそのコピーなんかでその投資にしないでさ、ね、どうせ持った電子ファイルで集まるわけでしょ。医学用のメッシュポッと引っ張ってきてさ、日本語売ってるだけやからエクセルなんか入ってるに決まってるよね。だからテキストファイルしてポンと置いとけ。本部長 e-government とか言っていっぱいお金使ってさやってるよね。総務省とか電子政府知ってる？ e-Japan 構想とか言ってもうあんまり言わないのかな。あれ置いとけよ、それだからね。少なくとも本があっても置いてあって悪いこと何もないでしょ。ダウンロードできるように、だってダウンロードしたらこういう人たちがさ、またいい加減にドキュメントにバーンってぶつけたりしてさそれでなんかね、構造かってやっちゃうわけやから、その日本語はプロさんが使ってもいいじゃない。ねね、みんな税金でやっててさ、みんなその、それが国のインテグリティのために大事やからって言っていい仕事してるだろって言って何十人も先生が並んでんねんから、何も悪いことないのにね、やらないよ。おかしいですよね。で、今の2つの話で、学べることは、今も、僕が最初に話したその悪事ができる教授って話ですが、これは僕が言ったのは20年ぐらい前の話で、今も変わってないです。それから、教科書の新しい使い道っていうのは、これはちょっとボーダーラインかもしれないけど、まあまともなことをやっても違法になるっていうのが、その著作物周りの状態なんですよ。著作権がつまんないって言ってるんじゃないですよ。ただ、その新しい使い道とか、ね、それから、紙にしなきゃするのが一番だったから紙にしたもの。だからしょうがないからくっついてる著作権を
その情報を流通させるメディアとして、その紙以外のものを考えてもいいんじゃないですかっていうことですよね。だから、学術用語集なんかを僕らが打ち込んで電子コピーにして、みんなと共有して何か悪いかっていうことなんですよ。ね、だから明らかにそれで、仮にその僕らが訴えられたとしても、みんな僕らの味方でしょ。ね、僕らも、全然外るところないですよ。悪いことしたと思わない。でも一応、違法になるその可能性はあるわけですよね。で、こんなことが起こってます。で、さっき言ったように、これはルールと社会の実態、その技術の進歩のズレなんですよね。で、最初も言いましたように、僕らがやってその頃始めたのは、デジタル測定器にサンプルロープつける、頭のスイッチ切って、サンプルロープつけて、その自然をデジタルデータにしてから考えるってやり方って。ね、あれもだからデジタル技術がなかったらできないことで、後の例はもうまさにデジタル技術が作ったその本の新しい利用法みたいなお話ですよ。ね、両方そのいわゆるデジタル革命がすごくインパクトが大きいので、実はその世の中ルール変えなきゃちょっと具合の悪いことになってますよっていうことを示してるわけですよ。でこんなそのズレがどんな風にして起こってきて、で世界中同じことなのかっていうのを少し大人も多いので、なんかさすがないかな、ないんですよ、ないもん、すいません。でこれ、はい、これね、アメリカ、まず技術の進歩がここに書いてあって、でアメリカの制度群が書いてあって、日本の制度群が書いてあります。で要はインターネットが83年でしょ。でワールドワイドウェブ91で、僕が最初に話したストーリーはこの、ワールドワイドウェブのすぐ後の10年間のぐらいのお話なんですが、その頃からそのヒトゲノム計画とかハップマップとかキャンサーゲノムとか、なんかいろんなビッグプロジェクトがアメリカで始まるのね。で技術がまず研究のスタイルを変えたっていうのは明らかですよね。で僕らもその技術に促される形で新しいスタイルの研究をしたいにすぎません。だからベンチの上のことはほとんど日米その同時に起こってるんですよ。でところが、アメリカではここで、NCBI っていう、さっきも話しててこれを新設します。でそれから制度面では NCBA っていうのは面白いのは役所の中にあることなんですよ。彼らはあそこのスタッフは上の方はね、そのフェデラルオフィサーなんですよね。でフェデラルオフィサーって日本はその官僚っていうとあれをやっていいこれをやっていいみたいな権限をたくさん持ってるんですが、国はこれができるみたいな、おかしいでしょ、国はこれができるみたいな法律書いてあるのよ。国はこうすることができる。でアメリカの法律は、フェデラルオフィサーはこれしたらいかん、あれしたらいかんって書いてある、そのガバメントをウォッチするような法体系ですよ。日本は、自分たちを正当化するような法体系を書いてある。でだからアメリカは、ライフサイエンスのデータを集めるオフィスをその役所内に作って、その後でこれがみんなの好きなアルゴア、意見が少し分かれるのかな、分かんないけど、アルゴアさんがクリントン・ゴア政権の時に情報ハイウェイっていう構想日本でも伝わったでしょ。で情報ハイウェイより大事なのはそのハイウェイを流れるコンテンツをどうやって作るかってことで、そのためにこの、ペーパーワークリダクションアクトっていうのが95年と、それからエレクトロニックフリーオブインフォメーションアクトっていう電子情報自由法2つの法律を制定するわけ、ね、これどういうことかっていうと、まずペーパーワークをリダクションしなさいっていうのは役所に向かってその強制してるわけ。日本のその書類なんとか法っていうのは企業に向かって主に言ってるよね。まあいいや役所内にドキュメントは全部電子化しろっていうこと、紙で持つなって。でその後の電子情報自由法でその電子化したドキュメントは、
国民が誰でも使えるものだから、しかも、公開じゃなくて、その、アメリカの著作権法はガバメントのアートワークには著作権はないって例外条項書いてくれてるから、全部国民の共有物なんですよ。それで電子化されて、情報自由法でインターネット上に載っけなさい、ダウンロードできるようにしなさいって書いてるわけだから、国が作ったデータとかドキュメント情報を全部電子化して著作権とかコントロール権限とかクリアした上で、ネットワークに載っけろっていう仕組みができたわけよ。でその一部として NCBI が機能してるのね。でそれから先はもうもっと、ラディカルなデータ共有指針とかオープンアクセスポリシーとか、論文の内容とさえもう、国の税金で作ったもん、タックスペイヤーのお金で作ったもんだから、役所に役所で保管して、それをその市民が自由に使える見れるようにしなさい。まだ著作権があるからね、書いたものだから、それはオフィサーが書いたもんじゃないから著作権あるけど見れるようにしなさいってのことを激しくやってるわけですよ。で一方ですよ、我が国はベンチの上は似たことをやってんねんけど、そういう傾向の制度の新設ってのは全然なくて、代わりに起こったのが2000年近辺のその大学の法人化だったりTLO 制度だったり、要はその、科学研究って言ってもその社会 の、 その一つの営みなのだから国益を上げなさいと、そのためには、知財取ればいいんでしょと、で知財取れるようにして、企業と一緒に自由に使っていいよというようなその法律作っちゃうわけ。でこれはね、そのアメリカでいうと80年なんですよ、同じ制度群ができるのが。20年遅れちゃって、時代のね、技術の流れがね、ゆったりしてるときは20年遅れてもまあ同じ効果を持ったんですよ。ところがさ、その悪いことに80年っていうのはポーエンボイヤー特許ですよ、ね、モレキュラークローニングの時代だから、物取りの時代にはそこから出てきたものを知財取って回していいっていうタイムリーなやつを作っといて、インターネット時代になって IT 時代になってデジタル科学の時代になったらすぐにデータはダメよって、データはみんなのものだと、そこから出てきて知財はみんなこう自分で、活用考えてもいいけど、データだけは、知財を取るために独り占めしちゃダメよっていう制度を作ったわけで、その20年遅れでね、公園ボイヤー特許の時代の、ことをやっちゃったわけなんですよ、我が国の科学は。だから、研究スタイルは似てるでしょ。それで科学基本法ができたから役所が大きいその施策としてのプロジェクトを始められることができるから、で研究のスケールはそのアメリカ並みですよ。でアメリカはいくらスケール大きくしても安心ですよ。出てきたデータっていうのは、国民で共有する仕組みがちゃんと、法律で書いてあるから、日本はそれを作らずに、そこから知財を取る仕組みだけを作って、研究のスケールだけ上げちゃった。じゃあ何が起こるかって言ったら、みんなその100億200億の研究費を役所を砕いて、くどいてもらって、そのデータから知財を取るのが自分 の、 国に対するその義務だと誤解しちゃって、自分が絶対知財を取るためには誰にもデータ見せないよっていうのは当たり前ですよね。で墓までデータを持って行ったり、それから中にはデータを売るデータを見せるビジネスを始めて、それで少し得た上がりをその大学に戻してればいいだろうみたいな人も出てきた。おかしいですね。で、こうアメリカの制度が、緻密にさっき見せたようにひどく合理的にできてるのも、あれね、その簡単な話じゃないことをちゃんとやるべき人たちがやってるんですよ。これ、90年代後半からね、ナショナルリサーチカウンセルって言ってね、そのまあ日本でいうと総合科学技術会議っていうか、総合科学技術会議が NRC の周りで作った会議なんですが、そこの人たちがね、まあその議論を重ねて、いいリポートを毎年のように書いてるんですよ。で、あのビッツ・オブ・パワーから始まって、全部その名著って言えるぐらい、まあ寝れてます。残念ながらこれ買うのお金がいるねんけど、あの PDF も、置いてあるのは置いてあるんですが、でも、こうやってちゃんとそのみんな、その毎年のように、代表が出て、その政府の人を混じって議論して、その議論の過程を公開して、その大学の人や市民も読む気になれば
その読んで、まあ、じわじわ常識が広がりながら、どうやったらその知財って、知財って独占する方向ですからね、その特許を取りなさいみたいな、独占する方向と、だからデータは共有しなさいっていうのは、このシェアするような方向のバランスをどう取るかとか、あと今日は触れなかったですけども、またその、機会があればお話したいようなプライバシーを守る、プライバシーを守るっていうのは独占、隠す方向ですからね、プライバシーを守りながら、そのでも投下したその予算を生かそうと思うと、データは何人に見られたかっていうので値打ちが決まるから、できるだけそのプライバシーを侵さずにそのデータを共有する方向のバランスとか、昔のようにその白黒って決められないんです、ねね、あっちを立てればこちらを立てずのバランスを取るっていう、そのまあその社会がだんだんソフィスケーションを要求している中で、よく考えていいバランスを取ってタイムリーに制度を決める国と、それからコンサバティブが一番安心だと思ってその制度を決める、変えるタイミングを逸しちゃってる国の差が、どんどん出てきています。で、僕らのいてるセンターっていうのは、こういうこともちゃんと調査勉強しながら、どうしたらいいかっていうのを深く考えながらも、あんまり理解してくれないその人たちと、喧嘩することもなくやってるっていう、まあ日本的といえば日本的なやり方をしておりますが、まあ、そういう側面も